例えば石の動きとしていきましょう。こんなふうに縦関係でくっついてる石、もちろんですね、前からドンって叩くとこれは残ってただこれだけが出ていくっていう動きになるんですが、実は少しでも横に当たったりするとこの石が実はこういうふうに真横に動くみたいな場合もあるので、これが例えば少し離れてるとかってなるとまた動きも変わってきます。少し離れている方が角度をついて出ていったりしますね。しっかりくっついていると本当にこういうふうに真横に石が飛んでいったりっていうこともあるので、離れているのかくっついているのか、まっすぐなのかちょっと曲がっているのか、曲がってついていると当たる方向ですね。もちろんここから当たっちゃうとこれは出てきますが、これは残るっていうふうになります。まっすぐ当たるとこういうふうにできます。はい、こんなふうに石の角度ですねを見ると、どこに当てたら2つ出てくる、どこに当てたら1つ残るみたいなのが面白いのかなというふうに思います。じゃあこういうふうに平行に石がある場合は、これ2つ同時に出すダブルテイクアウトっていうのは非常に難しくなってきます。なぜなら当てた石は絶対に90度でいってしまうので。なので少し高さが違うような石ですと、当てどころによってはしっかりともう一つの石に飛んでいく可能性があります。ただし非常に厚く当てなきゃいけないので、厚くなった分ですね、この動きっていうのがこちらに飛んでいく勢いが少なくなって、例えばこれができらないっていうような場合もあったりします。なのでこのね、少し角度がついてもダブルテイクアウトが可能だったりする場合があります。2点取りたいときはこういうふうにね、しっかり平行に置く、逆に例えばすごく角度をつけるとかっていうのも一つの考え方としてあります。これダブルテイクアウトには結構なんか薄く当てなきゃいけないので難しかったりしますね。この高さは違うんだけどものすごくこの角度がついているっていうのも難しいダブルテイクアウトです。これダブルテイクアウトするには実はここに当てなきゃいけない、そしたら実はこっちの石出ていっちゃいます。となると相手に何をさせたいかみたいなことによっては、なんかこういうふうにちょっと嫌な、やらしい位置に置くっていう場合もあったりします。単に2点取るにしても、じゃあどこに置こうかみたいな。Tラインよりも後ろにあるんだったら、もちろん Tラインより後ろで平行に保ちたい。結構端っこの方にあるパターンはより離してね、2つ置きたいとか、あとこんな風にこういうところに置いても2つ出すの難しいですね。これ薄く当てていかなきゃいけない。こんな風にどこに置いたら2点取れるのかみたいなのも見てると面白いのかなという風に。